無所帰りで30過ぎ、元ヤン、不愛想、おまけに度がつく無口に向いてる仕事。嬉しいよ。え？見てんじゃん、前。どうかされました？詳しいんですね、松田さんって。これからもわからないことがあったら頼ってもいいですか？ダメなんです。あの人に手を出そうとすると死ぬなんてのは大げさなんだけどね。松田さんって本当に無口なんですね。でも伝わります。